キャインは日本のお笑いコンビ、浅井企画所属。二人ともにお笑い芸人として浅井企画に入る。同い年だが、ウドの方が一年先に事務所入りしている。当初はそれぞれ別々にコンビを組んでいたが、解散を経て山中一郎の助言により1991年にキャインを結成。捉えところのないウドのボケと、 それを転がすアマノのコンビネーションにより、キャイン独自の笑いのスタイルを作り上げ、トンネルズの生でダラダラ行かせて、の若手新人芸人ネタを披露するコンテストコーナーと、その後に行われた大喜利コーナーで人気、知名度が急上昇した。登場するときに行うキャインポーズも当番組で一般によく知られるようになり、現在は数々のバラエティ番組に出演中。 キャインポーズコンビにおける同期は、ナインティナインや宮川大輔といった NSC、大阪高級機や良い子、クリームシチューなどである。しかし、ウドは、アマノの一年先輩であり、同期は、千原兄弟、藤原、灘ギブの NSC、大阪高発揮生である。しかし、ネタ作成などをアマノに任せていたり、アマノに対し、アマノくんと溺愛する仕草をしたりするため、 天野含め芸人は、ウドと同期として接している。ウド曰く漢字表記の、天野くんでは固くなりすぎるため、天野くんと、くんは、ひらがな表記が適している。ネタは天野がすべて書いている。天野曰く、ウドならこう言うとイメージしながら制作している。結成当時、時事ネタの爆笑問題と、ボケの玉袋筋太郎のバカキャラが、売りの、浅草キットが、 最も勢いのある漫才師で、天野はその中間を狙い難しい一時ネタをウドという、バカキャラを通してわかりやすく伝えるということが、根底にネタを書くとのこと。また、ウドがネタの覚えが悪いため、ネタ中の振りのほとんどは天野が行っている。例えるなら、漫才ブームで見られたボケが主導で、それに、ツッコミが一言ツッコミを入れると同様に、ツッコミが主導で、 ボケが一言ボケてから、ツッコミがツッコミを入れるスタイルであると言える。コンビ名は、漫画、マカロニほうれん草に出てくるキャラクターのセリフから取った、もので、天野が命名。の部分だけウドが考えた。その時のコンビ名候補としてウドは、一映図を押していた。初舞台は、チャネリングファック1号2号という適当につけた、コンビ名を名乗りギャグを多用した漫才をしていたが、 この名前ではテレビには出られないことに気づき、コンビ名を付け直した。ウドの天野に対する、出来合いぶりが有名で、お笑い界人仲の良いコンビと称される。サマーズの三村正和からも、デビューからこれだけ変わらないコンビも珍しい。と言われるほど仲が良い。デビューしたての頃に、ビート、たけしのお笑いウルトラクイズで共演したことがきっかけで、出川哲郎と親しくなり、今でも、 隊長と呼び、自分たちのことを出川ファミリーと称するほど慕っている。赤石やサンマのことを師匠と呼び慕っている。関根と無主催のライブ、観光金シアターに出演した際には、毎年サンマがダメ出しに来ており、そのダメ出しを二人して、いつも楽しみにしているようだ。ブレイクした時期が近いナインティナインや良いことは、仲が良い。所属事務所は違うものの、 うっちゃんう,うりうり、なんちゃんなりなり。で、初共演して、以来、うっちゃんなんちゃんは、師匠的な存在とされ、共に仕立っている。内村照義を、師匠、南原清高を、兄貴と呼ぶことも多い。赤石やさんまや小福亭鶴瓶など師匠と呼ぶことは多いが、兄貴と呼ぶのは南原だけである。キャインの言い方だが、初期は、キャインポーズをする瞬間に言っていた。 しかし2000年代に入り、キャと、インの間に間を置くようになり、インを言いながら、キャイインポーズをするようになった。現在では、キャインという漢字である。天野単独、ド単独特別、単発番組天野単独、天野単独、天野単独、う単,単独声優として出演。フジテレビ系列の番組を題材にした、コラムシリーズ。過去には100、100%にかけるキャイインの選旗。 ザレターズみんなの愛にありがとうを連載。番組自体は続くが、2007年5月に連載は終了。2001から2003年のライブビデオ、DVD は翌年のライブ会場で販売されたが、市販はされていない。ありがとうございます。